回は初めてのアウェイ遠征の動画です。行き先は甲府、初めて訪れる地です。左の雲の上に富士山の山頂が見えてきました。私にとって初めて見る富士山に興奮。甲府に行くにあたって富士山を見るのも楽しみにしてたんですよ。しかし天気予報は曇りとはね、見れないかもと思っていたけど、これは幸先良さそうです。この日は試合の前日、せっかくなので富士山の麓でキャンプで一泊します。キャンプ場に到着です。本当なら目の前に富士山が見えるはずですが、来る時に高速で見た富士山が最初で最後の富士山だったか。めちゃいい感じで富士山見れた。キャンプ場を後に JIC リサイクルインクスタジアムへ向かいます。スタジアムの駐車場に到着しました。この第3駐車場がビジター席に近いらしいのですが、あれ、これ止めるとこあるか。ない。ない。ない。諦め違うところへ。しかし出たはいいけど、こんなところに有料駐車場なんてあるのだろうか。あった。とりあえず探し回らずあっさり見つかってホッとしてます。スタジアムへ到着。アジサポーターが思ってたより多い。腹ごしらえにどれにしようか。すごく気になったのがワンクン焼き。ここに並びました。まずは焼きそば、そしてこれがワンクン焼きです。美味しくいただいてたら、ワンクンたちは挨拶に来ました。試合前の練習が始まりました。いよいよ始まります。Thank you.
から二つにも共に戦おう。Get fun.